ワンチャン、ワンチャンこやん。キノコ一つ。目の前のやつ、一点ね、あいつ、こいつに縛いてもろて、で、俺は目の前に出ると、はい、1位。あ、まあ、通じ。まあ、ちゃんとやったら1位を取れるということがもう証明されてしまいましたね。1配信で1回1位を取れたら僕はもう満足なんだよね。今だってこの辺で強アイテムを持っている人たちが、上にのし上がっていくって感じなの。ちょっとミスったね。まずいね。ダブル絶対回収しよう。取って、キノコ怖い。よし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 。まだまだあるね。俺に1位の可能性も、ここショートカットするやろ。で、ここぴょんぴょんするやろ。え、なんだ、余裕じゃん。安心じゃん。連続1位ナイス。ちょっとうますぎじゃないか。お、3回連続1位あるのでは。おっと、うますぎ案件来てるのは、来てるのは来てるのでは。なんか、よしよしよし、危ない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 。はい、1位。はい、1位。3回連続1位だよ。はい、うますぎちゃん。うますぎちゃん。おさんはすぐに調子に乗ります。うますぎちゃん。あ、うますぎちゃん。関明夫的な。関明夫的な。いや、いや、やばいでしょって話だよね。いや、わかるでしょ。いや、言ったよね。いや、ビルゲイツ。いや、イルミナティ。それ、あはははは。おい。気づいてない、動かない、日本人。明けおめはー、明けおめはー。お、1位4連続1位。うますぎー。では今日企画しながらそのラップ歌ってました。かわいいとこ。いとこ、それ大丈夫、引かれへん友達とかに。雪かきしながら、いや、やばいでしょって話だよね、とか言ってんだよな。で、ここでキノコマック使って、4位4位、あるあるある、まだまだある、まだある、なーい！はい、7位、終わった。俺の1位伝説はここにて、幕引き。カバー君やって、アンパンマーアンパンマーそうだよ、だからね、お空に浮かぶ雲を描いたんだ。そうだ、空に浮かぶ雲を描いたの。皆さんって好きな人を顔で決めるタイプですか。どうでしょうね、ちょっとわかんないかな。まあいろいろ好きになる要素っていうのはあるでしょう。皆さんの女性のタイプは身長高い方が、高い方か低い方。別に身長なんかどうでもいいというか、二の次というか、どうなんやろな。そんなだってさ、女性でもさ、その好きな男の子がいるんですって言ってさ、別に身長で決めてる人だっておらんやろ。あいつでかいから好きみたいな。なんかそんなさ、優秀な遺伝子を残そうとする原始人みたいな考えじゃないやろ。あいつ身長高いから子供欲しい、あいつの子供欲しい、あいつの優秀な遺伝子が欲しい、そんなんじゃないやろ。